ト級6回戦を行います。赤コーナー11戦5勝3 KO 勝ち6敗、134パウンド2分の1吉山所属大本健。青コーナー11戦5勝2 KO 勝ち5敗1引き分け、135パウンド大鵬所属武中総。解説は日本スーパーライト級1位姫路木下西尾昭人選手でお送りします。同じく宮崎久俊、ライト級ということで、同じく西尾さんとも比較的階級は近い試合ということになるんですけれどもね、大本対竹中の試合、大本がここまで5勝、そして竹中も5勝をマークしています。ライト級の6回戦を解説西尾昭人さんでお送りします。両者にそれぞれ試合前の注意が与えられます。大本ここまで11戦5勝、竹中も11戦5勝と非常にキャリアの似た両者の一戦を読売文化センターからお送りします。試合開始のゴングが鳴りました。ライト級の6回戦試合開始の第1ラウンドです。いいよいいよ、強いジャブ、そう強いジャブ、ナイスジャブ走ってるよ、いいよ、あと回れ。身長173センチの大本、そして180センチの竹中です。まあ、この階級になりますと、まあ、西尾さんのスーパーライト級もそうなんですが、はい、そこそこのサイズもあってパンチ力もありますよね。そうですね、スピードとパワーがバランスを取られた階級だと思うので、はい、大本健は吉山ジム所属、11戦5勝3つの KO 勝利がある29歳です。パンチを返していきました竹中総。こちらは青コーナー大鵬ジム、11戦5勝マークしています。まあ、両者にとっては A 級ボクサーというのも、ね、はい、見えてきている中での一戦となっています。立ち上がりから竹中が相手のパンチを見極めながらパンチをどんどん出していきます。どっちも、タイミングでパンチを出せますね。はい、タイミングというのは、まあ、相手の動きを見ながらパンチを出していくとなると思うんですが、はいはい、それだけ落ち着いた立ち上がりと見ていいんですか。両者落ち着いてますね。はい、赤コーナーの大本、そして青コーナーの竹中、これ身長差が7センチあるという我々の手元のデータなんですが、その身長差はほとんど感じさせません。そうですね、ほぼ一緒ぐらい、ちょっと竹中選手の方がちょっと大きいぐらいですね。青いトランクスが竹中、そして赤のラインが入っています。白のトランクスが入っている大本、なんか第1ラウンドから両者がその手数も多いですし、お互いの動きを見ていますから、今後へ向けてでもこう試合展開の方が大きくなりそうですね。そうですね、はい、打ち込んでいくパンチをしっかりとガードしていた大本です。最後のフックを放っていきました。ボディを打つ、顔面を狙う、ボディを返していった竹中。ライト級の6回戦、解説日本スーパーライト級1位姫路木下ジムの西尾昭人選手、現役ボクサーのお話でお送りしています。大本対竹中の一戦、両者が落ち着いた立ち上がり、お互いにパンチを出し合う、手数はほとんど変わりません。しっかりと相手の動きを見ながらということになっています。第1ラウンド残り時間がありません。左右のフック、お互いに顔面を中心に攻めている中で竹中がちょっとパンチを出していった、左右のフックを出せ、大本もパンチを返したんですが、第1ラウンド終了です。ライト級の6回戦をお送りしています。赤コーナー吉山ジムの大本家、こちらは11戦5勝3つの KO 勝利、岡山県出身の29歳、2001年の2月にデビュー、身長173センチの右ボクサーファイタータイプです。尊敬するボクサーはリカルド・ロペス。一方青コーナー大鵬チームの竹中総、こちらは11戦5勝2つの KO 勝利、広島県出身の25歳、
デビュー身長180センチ、右ボクサーファイタータイプ、19歳からボクシングを始めています。尊敬するボクサー畠山孝則選手です。セコンドアウト、ラウンド2。1ラウンド3分、計6つのラウンドで行われるライト級の6回戦。解説は日本スーパーライト級1位西尾明人選手でお送りしています。大本対竹中の一戦です。立ち上がりご覧になって西尾さん、なかなか落ち着いた両者の立ち上がりなんですが、どのようなあたりがその試合の勝負の分かれ目になりそうですかね。そうですね、どちらかというと、大本選手の方が、はい、赤コーナー、はい、竹中君のパンチの打ち終わりを狙っている感じで、なるほどなるほど、そこはどう返していくか、はいはい、竹中の動きをしっかりと見て大本を狙ってるわけですね。狙ってますね、なんか不気味ですね、はい、不気味さを感じさせると、そのスーパーライト級の1位にランクされている西尾さんでもそういうのを感じるわけですか。そうですね、何か狙ってるそうな、あまり大きいパンチを今まで出せなかったんで、そのラウンドね、はいはい、で相手の動きをしっかり見てるんで、はい、相手の動き、その自身もそのまだと何かあるぞといったその大きなパンチを封印した状態で、そうですね、余裕を持って臨めるわけですね、はい、赤コーナーの大本健、11戦5勝、5勝のうち3つの KO 勝利があります。サイドに振って、そしてスピード感も見てほしいんだと話していた大本健のボクシング、ミドルフックを出しました。確かに小刻みに大本はパンチを出していますね、はい、さあどこからその大本の一発を出すか見られるかもしれません。大本です。一方対応チームの竹中壮、こちら前回の相手がランカーだったということもありまして、前回はグリーンズさんの鮫島選手に敗れています。ただここまで5勝マークしている竹中壮です。竹中もパンチ力ありそうです。左のボディ返していきました。今度はサイドフック大本、竹中もただ、まあ、大本も何かを隠しての不気味さを漂わせる中で攻めてはいるんですけどね。竹中選手もうちょっと足使って泳ぎたいですね、はい、いけそうな竹中の感じですか。そうですね、まあ、力はどことなくセーブしてるような、はいはい、やっぱりリーチが長いと思うんで、ちょっともうちょっと足を動かして、はい、遠目から遠目からです。なるほど、はい、そのリーチを生かしての距離感というのを掴んでいきたいですね。そうですね、大本と竹中の一戦をお送りしています。ライト級の6回戦第2ラウンド、竹中が攻めます。左のフックを出しました。竹中、広島県出身の25歳、竹中壮、ここまで5勝目。顔面にパンチを受けはしましたが、竹中が攻める、大本も返す、第2ラウンドが終了しました。ラウンド3。第3ラウンドに入っています。大本健と竹中壮、不気味さを漂わせる大本に対し、竹中も間に攻めてはいきます。これどこかでその大本も何かをこう、はい、ね、封を切ったようにして、ビッグパンチがね、はい、大きなパンチが出るかもしれません。共に5勝マーク、 KO の経験もあります。という見方もできますし、はい、もう第3ラウンドに来たという見方もできると思うんですが、はいはい、この6回戦においての第3ラウンド、第4ラウンド、中盤からどんな意味を持つんでしょう。そうですね、まあ、前半を抑えれたらね、はい、ここまあ3ラウンドなんで、リズムを取り戻したいって感じなんですけど、押してたらね、ここで逆に取られないようにと、一番気の抜けるラウンドだと思うんですよ、真ん中っていうか、はい、それが一番要注意というか、なるほど、はい、
難しいラウンドですね。そうですよね、はい、まだ終盤の 5、6 も残っていますし、残ってますし、で前半取ったら取られないかで戦局も変わってくると思うので、まあ、取った取られたと言いますと、まだ両者はその決定打というのもありますし、そうですね、どちらもないですけどね、一進一退の攻防が続いているというふうに見えます。はいはい、リングサイドから解説、日本スーパーライト級1位姫路木下ジム所属です、西尾明人選手のお話でお送りしています。大本対竹中の一戦、ライト級の6回戦、先ほどは竹中選手の足の動き方というのもね、西尾さんはちょっとこうご覧になって指摘もされてはいたんですが、完全に足止めてるし、あのパターンになりましたね。そうですね、はい、直感どうでしょう、大本も手数増えてきたり見えるんですかね、はい、右ストレートは先から当たってるんで、なるほど、はい、左右のパンチを見てほしいと話している大本ですが、決めてしまう右のストレートがさらに当たり出すと竹中を追い込むことになります。右フックを出しました、ガードしてそしてパンチ、こういったそのメリハリの効いた攻めというのも大本らしいんでしょうか。そうですね、うまいですね、はい、とりあえずちょっとガードをね、うん、足が動かないんだったらしたいですね、はい、右のストレートを出しました竹中、第3ラウンド残り時間がありません。大本を蹴る対竹中壮の一戦、ロープギアに大本が追い詰める、竹中も返せ、右のストレートを出しました、またパンチが当たった大本です。ライト級の6回戦は第3ラウンドが終了しました。ラウンド4、終盤折り返して第4ラウンドに入りました。計6ラウンド、ライト級の6回戦、大本健対竹中壮の一戦です。白のトランクスが大本、青いトランクスが竹中です。解説は日本スーパーライト級1位西尾明人選手でお送りしています。西尾さん、折り返して中盤から、まあ、後半に入っていくんですが、はい、やはり先ほどおっしゃっていたその気の抜けないラウンドという意味で、はい、両者にとってはこうお互いの流れっていうのをより手繰り寄せたいと思うんですけどね、はい、そうですね、先ほどのラウンドは大本選手が右ストレートで、はい、流れをつかみかけてたんですけど、はい、先ほど確かに第3ラウンドの終盤あたりのミンストレートで竹中の顔面あたりを捉えていました。逆に竹中もその大本の不気味さを感じながらドリブルを出しています。このラウンド竹中選手手数増えて、竹中選手手数増えて、はい、なんかいい感じなんですね。なるほど、やっぱり手数というのは大事なんですね。そうですね、細かいパンチでもちょこちょこ出せたら相手がやっぱり入りにくくなるので、大本選手 その右のストレートがいいという、まあ、西尾さんのお話だったんですけど、はい、逆に竹中選手のパンチ一つ一つを見ますと、はい、どういったあたりの良さがありますか。そうですね、右ストレートはちょっと変速気味な感じで打ててるんで、はい、余計にくいですね。ジャブは、ね、手長いんで、はい、手長いだけで武器なんで、あ、なるほど、はい、でジャブをこの段出していくことによって、はい、その威圧感が与えられるわけですね。そうですね、やりにくさを、はい、竹中がリーチを生かすことができるか。第4ラウンドは中盤からものすごい打ち合いに変わってきました。先ほどヒーの時間の時もあったんですが、ボディを打ってその後リードブローで距離を取って、ジャブから手出さない、手出さない、ボクシング、ボ
第6ラウンド、現在第4ラウンドです。計6回戦で行われています。青コーナー、3年生の竹中壮、そして青コーナー、青コーナーの竹中壮と赤コーナーの大本、ガードを高める大本です。確かに竹中の手数は随分増えています。常に下がって打って下がって打ってる構成ですよね。はい、このランダートリがうまいこと取れてるんで、はい、ちょっと大本選手やりにくいと思います、ね、なるほど。竹中も流れを手繰り寄せています。全く分からなくなってきました。終盤第4ラウンド終了のゴングが鳴りました。セコンドアウト、ラウンド5。第5ラウンド開始のゴングが鳴りました。大本対竹中です。共に5勝マークしています。3つの KO 勝利がある大本、そして2つの KO 勝利がある竹中です。解説は日本スーパーライト級1位姫路木下ジム西尾明人選手でお送りしています。西尾さん、はい、両者がそのお互い流れを手繰り寄せている中で、はい、決定打がないんですよね。そうですね、お互いいいところがここまでラウンド出てて、はい、本当に一進一退で、はい、もう勝敗は分からないですね、この状態で。あとは本場の残りのラウンドでどちらが頑張るかですよね。残すその5、6ラウンドで試合が決着しそうな中で、これその2つのラウンドしかないというアスリートにも出てくるんじゃないですか。そういや逆にそうです、2つ取ったら勝ちだみたいな。なるほどなるほど、はい、それで前向きな捉え方って大事なんですね、はい、どちらともがイーズンだと思ってるからね、はい、それから、まあ、その不気味さを漂わせるどこからビッグなパンチを出していきそうな大本なんですが、はい、その大本のパンチを封じ込めるようにしてはタイムが攻めてますね、はい、急に手数が増えて、手数が増えている竹中、連打が相手を追い詰めていきます。いい左のパンチがありました。ちょっと一瞬にらめいたボディ腰痛、右の深い。さあ大本がパンチを出していきます。第5ラウンド、大本が竹中を攻めていきます。竹中も返します。これでもスタミナ消耗というのはお互い手数が増えている分次もあると思いますよね。お互いこれだけの長い間打ち合ってるんで、相当しんどいはずですけど、はい、第3、第4、第5あたりから竹中の手数が増えてきて、それに合わせるようにして大本も返せ、はい、あの第5ラウンドでした、はい、これちょっと大本の足取りどうですか、西尾さん。パンチ、ええのもらってますけど、頑張りますね。はい、竹中選手、手数が増えたんで、はい、中盤からこう尻上がりに竹中が調子を上げてきたと見ていいんでしょうか。そうですね、それから前半セーブしてたからですね、はい、後半勝負と見とったから。なるほど、大本の中盤の人ちょっと苦しくなっているか、パンチを顔面にもらっています。顔面が好調してきました。上がくなってきた大本、パンチを出しすぎた竹中、しかし第5ラウンド決着つかず、残すラウンドあと1つ、第5ラウンドが終了しました。
ラウンド6ラストラウンド、残すラウンドはあと1つとなりました。最終第6ラウンドに入っています。赤コーナー吉山ジムの大本健、青コーナー太陽ジム竹中壮。5ラウンド竹中の手数がさらに増えて大本を苦しめるシーンがありました。西尾さん、はい、あと1ラウンド伸びてありましたね、はい、お互いが頑張ってるんで、本当にいい試合になりました、はい、立ち上がりから何か大本がいい動き、そしてリズムをつかみつつある中で、中盤あたりからその竹中のペースに変わってきて、はい、全く分からなくなりましたね、はい、こうなってくると西尾さん、はい、最終的に決め手となるのはどういったことになるんでしょう。お互いしんどいと思うんですけど、やっぱボクシングは、ね、最後まで何があるか分からないので、はいはい、この一発のパンチをお互い気をつけて、はい、あまり攻め続けてほしいですね、はい、試合を決める大きなパンチ決定打、ビッグパンチがまだ両者には出ていない中で、画面を打つ、振り切るようにして大本のパンチを返しました。竹中、長いリーチも生かしていきたいところ。ライト級の6回戦ロープを背にした竹中、大本のパンチを合わせ、残り時間まもなく1分です。ライト級の6回戦、しかし大本の西尾さん、はい、盛り返してきましたね。試合がより一層面白くなってきました。読売文化センター臨場、大本健、竹中壮。竹中がこの最終終盤に来て有利かと思われたんですが、大本もいいパンチで返す。さあ、右ストレート、画面を変えた大本、しかし竹中パンチを受けてもさらに返していきます。両者の我慢比べになってきました。ちょっと鼻の辺り出血が見られた竹中、大本は気力で相手にぶつかっていきます。さあ、スマートな立ち上がりだった両者だったんですが、最終ラウンドは壮絶な打ち合いに変わっています。ライト級の6回戦、大本対竹中の一戦、勝てば共に6勝目をマークすることになります。大本か竹中か、試合は判定にもつれ込みました。さあ、これは見応えのフィニッシャーでした、西尾さん。なかなかジャッジ泣かせの分からない試合となっていますが、現在ジャッジペーパーが回収されています。それ以上に見応えがあったのはこの拍手、先ほどの拍手が物語っていました。大本と竹中の一戦、果たして判定の結果やいかに、注目が集まります。それでは判定の結果です。最低の結果発表いたします。ジャッジ宮崎久俊58対56、ジャッジ坂本翔吾、ジャッジ半田隆輝ともに59対57、以上3対0の判定により、勝者青コーナー竹中壮絶な打ち合いの末、大本健を下しました。勝ちました竹中壮選手に、株式会社ツーブルントより、いやー、勝者勝利と振り返っております。中瀬、本当に判定 ね、はい、僅差ではあったんですけれども、本当に1ラウンド1ラウンド の微妙な差が、ポイント開いてましたけど、はい、本当にごくごく微妙な差やと思うんですよ、はいはい、手数が評価されたっていう感じだと思うんですけど、特に終盤にかけてはものすごい追い上げを見せました竹中のインタビューです。放送席会場の皆さん、勝ちました竹中選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。どちらも一歩も譲らない試合展開だったように思いますが、いかがですか。ちょっと課題の残る内容だったんで、また次回に改めたいです。
次回どういった点を修正していきたいですか？ガードとスタミナと、いろいろありすぎて言い切れません。たくさんの声援飛んでいました。応援してくださった皆さんに一言お願いします。皆さんありがとうございます。ではズバリ今後の目標をお願いします。日本ランクに入りたいです。頑張ってください。ありがとうございました。竹中選手でした。日本ランカー、さらには日本チャンピオンを目指しての竹中壮。